今回は富士市青島町にあるステーキハンバーグの末広館に行ってきました。このステーキハンバーグのでっかい看板が魅力的ですよね。末広館は関東と静岡県にチェーン店のある昭和8年創業のお肉がメインのレストランです。ということで今回はオーソドックスに国産牛末広ハンバーグのセット 230g を注文しました。さらにこちらセットということでライスはおかわり自由だし、スープもおかわり自由です。そして珍しいブレッドバーなんかもあって、もちろん新鮮なサラダバーもあります。これだけ食べ放題があるとこれだけでお腹いっぱいになりますね。それではいただきます。まずはお肉が来る前に前菜としてパンとスープとサラダバーを楽しみました。サラダバーの料理は作る期間がなくて野菜はシャキシャキで、スパゲッティはあっさりしていて美味しかったです。スープバーはコーンポタージュをチョイスしました。珍しいブレッドバーからはガーリックトーストとクロワッサンをチョイスしました。バターもあったんでそれをつけていただきました。前菜が食べ終わった頃にハンバーグとライスがやってきました。7種類あるソースからはオニオンソースを今回選びました。他にはデミグラスやニンニク醤油、トマトソースなんかもありましたね。ハンバーグっていうのはお箸で食べられるのが手軽で嬉しいところです。結構肉が詰まってますね。美味しいです。とってもジューシーで、噛むと独特なバターのような風味を感じてとても美味しかったです。そして肉にはやっぱり米ですね。さらに今回はパンも一緒に楽しめるというのは贅沢です。今回の 230g のハンバーグですけど、豊富なパン、サラダバーのおかげでお腹いっぱいにすることができます。お肉が食べ終わってまだ余裕があったので、サラダとブレッドバーを2皿目を楽しみました。これパンっていうのもいいですね。そして最後は甘いデザートで締めです。うどんや寒天、お餅を楽しみました。デザートの種類も抜かりないです。本日もお持ちいただきました。ご視聴ありがとうございます。